紫の鶏ありがとうです。やばい、ピノちゃんが人形振り回してる。こんばんは。皆さん遅くなってごめんなさい。こんなに遅くなる予定はなくて。ごめんなさい。そうなんです。ペンギンと鶏の中間みたいな感じなんですけど。リクソンさんありがとうございます。ごめんなさい。ちょっと私の、ね。ちょっとね、ちょっと名前は出せないんですけど、私のナイスな大好きな元メンバーたちとちょっとご飯を行って、まあ、始まりがちょっと遅かったので終わりが長くなってしまいまして、ごめんなさい本当に。ありがとうございます。それでもね、ちょっとこう早く抜け出してきたんですけれども、皆さんごめんなさい。ありがとうございます。そう、バレンタインイベントだからさ、すごいこうあーと思いながら、すごく心苦しかったです。こんばんは、皆さんありがとうです。そうなので、気づいたらさ28位まで転落しててさ、嘘でしょーと思いながら、そうなんです。その場で配信はね、一応なんかショールームさんもルールみたいなのがあって、2人で配信しちゃいけないとかがあるんですよね。そうなんですよ。だからちょっとこうなかなかさ、ピノちゃん大丈夫？くしゃみしてるけど、うんうん大丈夫。きなこさんこんばんは。皆さんごめんなさい、こんな遅くに始めてしまって。ピノちゃんはくしゃみをしてます。花粉症ですね、きっと。うん、はい。あゆさん、ありがとうです。何人くらいかな ?4 人くらいかな今日は。そうなんです。そうなんです。アッシュさん、ありがとうです。アバターを、この紫色のペンギンだか、ニワトリだか、わからない、この中間の鳥が、私が、新たに作った新アバターでございます。よかったら、ありがとうございます。そうなんです、声もねなんか結構あれなんです、厳しくて。しかもこのイベント参加中の期間になると結構審査厳しいので。そうなんです、鳥です。とりあえず鳥にしましたね。なんかこうバレンタインイベント本気でちょっと頑張りたいんですけど、頑張るしかないですね。頑張ってきます。頑張ります。ちょっとバレンタインイベント本当に頑張りたいので、明日からちょっと説得力ないかもしれないんですけど、挽回していく気持ちで頑張ってきます。やっぱこう応援してくれてる人の気持ちも結果に反映したいので、すごくそれはあります。ごめんなさい、ちょっと自分の自撮りとかね、背景にしようと思ったら横に長くてピノちゃん、はいはいはい、ごめんなさい。ピノちゃんがすごく甘えん坊タイムになっちゃってごめんなさい本当に。 ASMR になるよそれ。ピノね、アバター結構目立ちますよね。ちなみに2匹目は紫じゃなくて水色になる予定なので、またちょっとカラフルになる予定です。この鳥を1匹ずつカラフルにして、いろんな色が集まって虹色になるみたいなコンセプトにしようかなって思ってます。かーちゃんありがとうございます。ありがとう。かなたさんナイスです。ありがとう。ごめんなさい、ちょっとブヒブヒうるさいです。そうなんです。だからこう1匹で虹色にしないで、1匹ずつ
母体とボディとトサカの色を変えて7色にしていこうかなっていうのがあって、まあ2匹目はちょっとブルー系でいこうかなと思って。あゆさんありがとうです、大好きいただきました、ありがとうございます。ティコーさんいらっしゃい、ありがとう。ピノちゃんうるさいね、ちょっと。ピノちゃんブヒブヒ聞こえるよはい、ピノちゃんうるさいです、あっち行って、うん、はい、ねんね、ねんねも寝てください、ピノちゃん。そうなんですよ、ちょっと鳥がね、そう鳥が色違いで繁殖していくっていうニジカのオリジナルアバターになります。やばい、ちょっとそうピノちゃんの興奮が止まらないのでちょっと距離を置きますちょっと距離を置いて、ちょっとねピノね、ありがとうございます。誠さんありがとうです、タワさんありがとう、会長さんもありがとうございます。なんかすごい思ってるよりもいろんな人が集まってきてくれて嬉しいです、ありがとうございます。ピピさんありがとう、会長さんも地球ベアありがとうです、ありがとう会長さん、間違った、ありがとうございます。あおちごめんなさいね、バタ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 ガサ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 して本当にごめんなさい。嬉しい、みんな紫色の鳥が多くて感激です。タワさん好き、ありがとうありがとう。あゆさん地球ベアありがとうございます、ナイスありがとう。あゆさんアイラブユーいただきました、おゼミさんもありがとう。あゆさんナイスレインボーありがとう、歌ってこうかせっかくなんでね、ありがとうございます、すごく嬉しいです、嬉しいね。みんなこんな、ごめんなさい不眠症配信なんですけど、マサさんありがとうです、よいしょ歌ってこうか。このアバター妙に可愛い、可愛いでしょ、なんか愛着湧かない、可愛いでしょ、なんかさちょっとゆるキャラにしてみました、歌おうかな、ごめんなさいね、ちょっとすいません、ちょっとおビールを飲んできたのでちょっとほろ酔い状態ですが、全然意識は普通なのでありがとうございます、全然歌えるので歌ってきますね。盛り上がり600超えです、ありがとう。角を曲がる、いくる、なんかちょっとさ眠れる曲にしようか、言うてもさバレンタインイベント参加中なんですよ私、やばいね、ちょっとイベント頑張っていきたいんです本当に。原産大歓迎、ありがとうです、眠れる曲いいね、すごい不眠症配信なのに皆さんありがとうございます、いっぱい集まってくれてる、
マイさんのファンレベル10に上がってます。虹サポ93人、素晴らしいね。マイさんありがとう。お、順位が上がってます、ありがとう、ありがとうございます。ちょっとお水持ってくるね。ピノちゃん、何してんの？ピノちゃん、ピノちゃん、うん、ピノちゃんやめてね。お待たせしました。ありがとうございます。鳥の群れ、本当だ、ひな壇が紫になってる、ありがとう、嬉しいね。日本酒ちゃうでヨーマイクさんありがとう、ジュエリーさんもありがとう、ありがとう。歌ってこうか。シャーさんありがとう。寝る前にちょっとだけ、ありがとうございます、すごく嬉しいです。おせみどりさんかわいい、ありがとう、よかったら聞いてってください。
あ、いちみさんありがとう。たまちゃん好きいただいたよ。ありがとう。たわさんありがとう。アッシュさん、会長さん、ナイス。シャーさんもありがとう。ピピさんありがとうです。タッキーさんもナイス、ありがとう。あゆさんかわいい、嬉しい。ごめんなさいね、ちょっとあのほろ酔い状態ですが、歌は歌いたくて歌いますありがとうです。なんとか皆さんのおかげでこう毎日配信継続させていただいてますね。今日も意地でもラジオでも何でも絶対に配信するぞって思いで、書いてきました当たり前だよって話なんですけどね。ありがとうございます。ひな壇は紫の虹かどりで一回いっぱいですね。ありがとう。ありがとう。シャアさんおやすみなさい。また明日時間があったら会いましょうね。嬉しいですね、こうやってこんな時間なのにみんな集まってくれるのが嬉しいですよ、本当に。まだ痛いよ、もうさよならだって触れて
とう。紫の鳥がいっぱいですね。ありがとうございます。すいません、アバターが。ピノちゃんが足元で寝てます。ピーちゃん、ありがとうございます。ピヨピヨって感じだね。紫かわいいね、目立つね、いいな。次水色なんですよね。本当は水色を1号で出そうと思ったんですよ。これ作品で言ったら2号目の鳥なんですよ。1匹目はね、母体がターコイズブルーでトサカが緑だったんですよ。でもなんかちょっとなーと思って、ちょっと可愛げ出したいなっていうので紫を1号目にしたんですけど。かなたさん、ありがとうございます。おやすみなさい。いい夢が見れますように。ありがとう。243733、こんにちは。数字が初めてです。名前が数字って。天佑さん、どうもどうも。嬉しいね、こんなにも。よかったら私のオリジナルアバターがこの紫の鳥になります。最新がね。青美さん、いらっしゃい、ありがとう。ジュエリーさんのリクエスト聞こうかな。みんな水曜日週のど真ん中ですね。折り返しして、辛いことも苦しいことも逃げ出したいこともたくさんあると思いますが、無理をせず。みんながおかしいんじゃないのか、自分は普通だと思ってた。でも何が普通なのか、その根拠なんかあるわけもなくて、もう誰もいないだろうと思った真夜中、こんな路地ですれ違う人がなぜいるの。独り占めしてたはずの不眠症が、私だけのものじゃなくて落胆したらしさって一体何。あなたらしく生きればいいなんて、人生が分かったかのように、上から何を教えてくれるの。周りの人に決めつけられた思い通りのネジになりたくない、そんなこと考えたら眠くなった。だからまたそこの角を曲がる。星空さえも中途半端だ、街の明かりが明るすぎて、明日が晴れようと雨だろうと、変わらない今日がやってくるだけ。本当の自分はそうじゃない子なんだと否定したところで、みんな他人のことに興味ないし、え、なんで泣いてんだろう。だって近くにいたって誰もちゃんと見てはくれず、まるで何かの景色みたいに映ってるんだろうな。フォーカスの合ってない被写体が、泣いてようと睨みつけようとどうだっていいんだ。分かってもらおうとすればギクシャクするよ。与えられた場所で求められる私でいれば嫌われないんだよね。問題を起こさなければ幸せをくれるんでしょう。らしさって一体何。あなたらしく微笑んでなんて微笑みたくない、そんな時も自分をどうやれば殺せるだろう。みんなが期待するような人に絶対になれなくてごめんなさい。ここにいるのに気づいてもらえないから、一人きりで角を曲がる。
とうございます。ジュエリーさんありがとう。嬉しいね。会長さん、ピピさん、そしてタッキーさんありがとう。モリティ、ジュエリーさんありがとうです。マコトさんもありがとう。ホリケンさんもありがとうです。嬉しいね。水曜日ですね、皆さん、週の折り返しどうですか？なんかね、なんか私すごく思うんですよ。きっとこの配信を見てくれてる人で、私を応援してくれてる人でも、自分の心をすごくこう切り刻んで苦しんでいる人もたくさんいると思うんです。でも私はこう応援してくれるっていう心が私すごく嬉しくて、でもその分なんかこう与えられてたらいいなって思う時がたくさんあります。だからこう私のトークルームってなんか綺麗事の部屋にしたくないんですよ。だから毒を吐く場所でもいいんです。ごめんなさい、あの私に対する悪口はちょっと受け付けてないんですけど、あのごめんねそれは。でも皆さんが本当になんかあの辛くて辛くてしょうがないって思いを、誰にも話せない思いをここに吐いてください。よかったら。そうなんです、私のトークルーム毒吐いって大丈夫なので、仕事の上司の本当にもう疲れたよって話とか何でもいいんです。お母さんの話とか友達の話、彼氏の話、何でもいいんで、私のトークルームでよかったら。皆さんね、もし今眠れない夜をお過ごしの方がいらっしゃいましたら何でも大丈夫です。基本的にね、この時間に話す、あの配信するってことは不眠症ライブって言ってて、てっぺん超えた後に配信するものって私不眠症配信って言ってるんですけど眠れない人たちが集まるって思ってたりもするので、よかったら。でもね、今あのバレンタインのイベント参加してて、実はこれ本気でベスト3を狙っていますので、よかったらそこのところ応援もしてくれると嬉しいです。ありがとうございます。地獄の7連勤、地獄だねモリティ。そう、おしるこ見るとホッとするでしょ。私この間自分のご褒美のおしるこ食べたの、すごくホッとしたよ。チョコレート欲しい。チョコレートね、私バレンタインに自分で買ったんです。よかったら皆さん自分で美味しいチョコレート買ってください。あのね、もらうだけが全てじゃないです。ご褒美をあげられるのは紛れもなく自分しかいないんです。自分にご褒美をあげれるのは自分しかいないんで、よかったら皆さん自分にご褒美をあげてください。きなこさんありがとうございます。まったんさんありがとうです。天佑さん、小太郎さんありがとう。だってね、おしるこ、おしるこいいですよ。あのね、本当にホッとする何がいいかってね、本当にねホッとするんですよ、おしるこ食べると。超絶おすすめです。バレンタインもらったけど65円シール貼ってあった。でもピピさん、65円だとしてもこの人にもあげたいって思う対象なんですよ、ピピさん。そう、だってその対象にも入らなかったら悲しいじゃないですか。だからピッピさんの日頃の頑張りも見据えた上で、その人はどれだけ安くても気持ちとしてあげたいって思ったんです。それはピッピさんの日頃の行いが人徳なんです。素晴らしい。350円あげたのにそうよね、そう思っちゃうよね、わかるよ。でも私はこうピピさんと文字でしかお話をしてないけど、なんか絶対素敵な人だなっていうのはわかります。うん。エースさん好きいただきました、ありがとう。届いてるよ。 HM さんいらっしゃい、ありがとう。
まあそうだね、65円って素晴らしいね。チロルチョコ2つとかかな。美味しいよね、でも。でもこの間ね、なんか私が大好きな、過去に舞台で一緒に共演したすごく大好きなあやかんぬちゃんっていう女の子がいるんですよ。その子ね、その子とこの間朝活をしたんです。その子と会う時って、朝に会ってカフェで朝2、3時間お話をして、じゃあ今日も頑張ろうねって別れるんですよ、基本的に。なんか私の中ではすごく初めての存在なんですけど、朝活をして一緒に最近のことを話したり、なんか夢を話したりとか、すごくポジティブに話せる子なんですね。だからポジティブに話せるからこそ、朝に会ってテンション爆上げで一日過ごすっていうことができるんですよ。そのあやかんぬちゃんっていう子に、私はね、ぜひともチョコレートをあげたいと思って、でね、ちょっと伊勢丹に行っていいチョコレートを買ったの。ハート型の大きなチョコレートにコーティングされてるんですけど、わあ素敵ーと思って、見た目も素敵ーと思って。でもなんか私、そのチョコレートあげる異性がいないので、あやかんぬちゃんだけに絶対いいものあげようと思って、その時 なんか伊勢丹で奮発して買っちゃったんですけど、まあでもね、そんなに高くないですよ。2000円出してお釣り来るので、そんなにっていうものなんですけど、そのね、お手土産一つだけでやっぱすごく感動してくれるんですよね。なんかそれがすごく嬉しくて、私はなんか今までね、人生を振り返るとバレンタインなんて友達に渡すのも何年ぶりだろうって考えたんですよ。しかもバレンタイン今日じゃないんです、あげたの2日前、2日前なんですけど、いや、もう何年ぶりだろうと思った。私17歳ぶりに誰かにバレンタインあげたんです。いやー、なんかすごく新鮮でしたね。 いや、すごくいいですよ。だから皆さんもぜひ、なんかそのいいんですよ。私バレンタインじゃなくてもこういうのいいなと思って、たまに会う友達でも、こう頻繁に会って会う友達でも、たまーに手土産一つ渡すだけでなんかすごく喜んでくれるんですよね。それだけやっぱりなんかこう深い話ができる人っていうのは自分のことをすごく思ってくれてたりするので、なんかそういう関係性、親しき仲の中にもすごく私は思いを伝えたいなって思うことがあるんですよ。うん、仲いい友達だからこそ気を使わなくていいとか楽でいれる、すごく大事だと思うんですよ。でもその気を使わなくていい楽でいれるっていう関係性の中にも、たまに手土産とか何か自分の日頃の感謝をなんかこう、まあ物で伝えるっていうと良くないですけど、まあ、それも一種の気持ちの伝え方なんだなと思って、すごく喜んでくれて、私すごく嬉しくて、それが。だからぜひ皆さん、いつも仲良くしてくれる人、いつもお世話になってる人、なんかこうバレンタインってそれが全てじゃないと思うんですよ。好きな人に渡す、異性に渡すとか、それが全てじゃないと思ってて、なんかいつもお世話になってる人に、思ってくれてる人に感謝の気持ちを与えるって意味だと私はすごく思うので。よかったら皆さん、いいんですよ、ホワイトデーに男性の方がいつもお世話になってる女性にあげるとか、男性にあげるでもいいんですよ。なんとなくいつもお世話になってるんでって一言であげるだけで、やっぱりほんと嬉しいんですよ、人って。そうそう、だから皆さんね、なんかこう1年間の中で誕生日以外にプレゼントあげるってなかなかないと思うんですけど、たまーに何でもない日にプチサプライズっていうので、手土産で一つ、チョコレート一粒でもいいんですよ。なんかあげるっていうのはすごくやっぱりその人の印象に残るので素敵だなーって思いますね。モリティありがとう。私もモリティにすごく感謝してます。出会ってくれてありがとう。嬉しい。
程よく会うことって大事な、でもね、そう思う。なんかね、本当にいつも仲良くしてくれてるからとか、なんかね、そういう気を使わない関係性こそ、時にはサプライズなんですよね。すごく思います。よかったら皆さん、やってみてください。絶対喜んでくれます。それが会社の上司だろうと、お付き合いしてる人だろうと、親友だろうと、最近仲良くなった人だろうと、誰でもいいんですけど、そういうのってすごくやっぱり嬉しいので、善意を送り合うの素敵。確かにそうね。それはあるかな。あ、ランクアップしましたよ。皆さんありがとう。ケンさんがフォローしてきた。LINE でにじかちゃんに。LINE 知らんやろ。ケンさんありがとう。皆さんありがとうございます。部下にもらうと倍返ししないといけない。ジュリーさん優しい。なんか倍返しって絶対ね、それはいらないんですよ。倍返しって何を思って倍返しなのか分かんないですけど、気持ちです。だからお返しにプラス気持ちでいいんですよ。なんか私のちょっと気持ちっていうのは、例えば難しいけど、じゃあ普通だったら1個1箱あげるチョコレートにプラス1個ハートのチョコレートとか、なんかそう、私の中でちょっと「すみません、いつもお世話になってます、ほんと気持ち程度なんですけど」って「いつもありがとうございます」って渡す中に、通常普通の人に渡すのと同じ量プラス、なんかこうほんの気持ちっていうくらいで、私はなんかいいなって思います。でもやっぱそれでも、どんなになんかこう、どんなにこうお金持ちで、どんなに何も裕福で不便なことないよって人でも、2000円のチョコレートがすごく何十年も心に響いたりする人っているんですよ、本当に。だから皆さん、絶対金額ではなくて本当気持ちなんです、全ては。 絶対そう。私も嬉しいですもん、絶対。すごく嬉しい。そういうのはあるかな。盛り上がり1100超えしてました。みんなありがとう。お返しは毎年缶ビール6本パック。いいですね。お酒飲む人には需要ありますね。ロサエさんいらっしゃい。みんなありがとうございます。すごいね。予想以上にラジオ配信ですが。見てくれる男女揃ったじゃん。みんなナイス。ありがとうございます。嬉しいな。順位も8位ぐらい一気に上がりましたね。いいですね。ありがとう。なんか歌いたいな。ちょっとすみません。会社はピースバンコジャパン。え、ぜひとも。それは本当にありがたいですかね。ピースバンコジャパンのプロジェクトリーダーの阿部さんもすごく喜ぶと思います。ぜひぜひ。よかったら、水飲んでるの聞こえた？聞こえるよね。ピノちゃん足元にいます、今。ラジオレアで嬉しい。ありがとうございます。なんかね、顔出しもあれなんですけど、今日はちょっと声で伝えたいなっていうのもあり、もう寝るわ。ハッピーバレて。森さん、森さんじゃない、森ティありがとう。また明日、よかったら覗きに来てください。確かにみんな寝る時間だね。じゃあ最後1曲歌って、今日は一旦締めくくって、また明日ちゃんと配信しましょうかね。何にしようかな。
森さんもや、森さんじゃないや、森 T なんだよ。ごめんね、私のせいで。すごい鳥揃ってる、紫の鳥揃ってる。やばい、今20羽ぐらいいます、鳥。嬉しい、紫の鳥。元気さんありがとう。元気出し店長さん、すごいね。何にしようかな。じゃあバレンタイン終わっちゃったけど、甘い。
澄み消えた。ありがとう。ありがとうございます。ということで、約どんぐらいだ、30分40分ぐらいかな、配信したかな。ごめんなさいね、本日ちょっとなかなかの不眠症配信になってしまいました。まさかのこんなに集まってくれると思いませんでした。最後まで視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。そしてひな壇全員皆さん、紫の虹鳥になっております。ありがとう。すごいな。これがね、実はあと、6色分増える予定ではいます。1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目となったら、なんと7色の鳥が揃うという、これがね私の目標でございます。皆さん空気を読んで色で列を変えてくれるというのが、列で色を変えてくれるですね、っていうのが私のちょっとあのビジョンになってるので。よかったらこれからも鳥を増やしていけるようにします。ということで、本日の不眠症配信ですが、ランキング発表いっちゃいましょうか。第1位、あゆさんです。ありがとう、あゆさん、ありがとうございます。こんな夜中ですが、最後までありがとうございました。また明日会えるの楽しみにしてます。そして第2位。会長さん。会長さん、ありがとうございました。今日も最後までありがとうです。不眠症配信、いかがでしたでしょうか。たまにね、ラジオで声だけで不眠症配信もありかなと思ったりした夜中でした。ありがとうございました。第3位、ジュエリーさんです。ジュエリーさん、ありがとうございます。ジュエリーさん、ナイスリクエストでした。ありがとうございます。そしていつも配信ありがとうございます。見に来てくれて、また会いましょう。4位、ガッチャンさん、ありがとうです。ガッチャンさん、また会おうね。5位、まことさん、ナイスです、ありがとう。6位、たわさん、ありがとう。そして7位、おぜみどりさん、ありがとう。いいね、おぜみどりっていいね。8位、かなたさん。9位、ホリケンさん。10位、ケンケンさん。で、11位、きなこさん。12位、天佑さん。13位、アッシュさん。14位、ザワチュンさん。15位、マッタンさん。そしてシャーさん、コタロウさん、ピーピーさん、レクソンさん、たまちゃんさん、などなど、不眠症配信ですが、たくさんの方に今日も視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。トムトムさん、ありがとう。親ソルンさん、ありがとうです。ということでね、明日は通常通り元気いっぱいに配信していきます。そして、今バレンタインイベント参加中です。ベスト3をちょっと今回も絶対取りたいと思ってます。よかったら皆さん、明日15、16、17、18と多分残り4日間かなになると思いますが、最後までよかったら皆さん応援のほどよろしくお願いします。ということで、私もね、明日からちょっとまた通常通りエンジン全開でやっていきたいと思います。ジュエリーさん、ありがとう。ということでね、ちょっと今年はショールームのアワードに立ちたいという目標もあったりして、配信を頑張っていこうと思うので、よかったら皆さん、初見さんもまた見に来てくれたら嬉しいです。ということで、これにて不眠症配信を終了にしたいと思います。まあ月にね、2、3回ぐらいできたらいいなって思ってます。多いか。ということで、皆さんおやすみなさい。明日は木曜日。
ということで週を折り返し地点に来ました。最後までね、週末まで頑張っていきましょう。おやすみなさい。また明日お会いしましょう。またね。